なかなか私たちスタッフの言うことを聞いてくれないこともたくさんあるんですけれども、もうとにかく元気いっぱいですので、そんな可愛らしい元気な姿、今日もたくさんのお客様にご覧いただければと思います。製粉に近づけて作られたものでして、粉ミルクをお湯で溶いております。粉ミルク、今日2頭にこうして用意してますが、量は全く違います。本当の商品ご覧の通り、非常にお腹が空いてますし、用意されている量もかなり多いです、はい、もう待ちわびてますので、早速おにぎりも渡せようかと思いますが、まずはちょっと私から一旦離れてもらいましょう。はい、それでは早速皆さんの前でこの姿をご覧いただこうかと思います。あっという間に飲み干してしまうかと思いますので、どうぞ皆様ご覧ください。大きく商品、なぜ用意した量が違うのかと言いますと、実はこのミルク、そもそもお母さんパンダからもらうお乳で足りないのを補う役割なんです。今朝早い時間にお母さんからお乳をもらった大きい、この人工のパンダミルクを少し多めに用意したというところなんです。ミルクの後にはキータが最近よく食べます、こちらのリンゴ、リンゴも与えます。リンゴもゆっくりゆっくりですが、ちゃんと噛んで飲み込むことができるようになってきました。まだ固形物として食べることができるのはこのリンゴぐらいです。大人のパンダのように竹を食べるようになるのは1歳を過ぎてからになりますので、まだもう少しかかります。でその前に離乳食としまして、こうしてリンゴを与えるようにしているんです。で上手に前足でリンゴを持って食べている姿もぜひご覧になってください。さあ、皆様からのご質問にもここからはお答えいたしますので、何かございましたらどうぞ大きく手を挙げてお知らせください。はい、早速ありがとうございます。実は、この桜浜桃浜、お母さんからの卒業さほど遠くありません。野生のパンダたちも、1歳から1歳半、長くて2歳ぐらいまで一緒に過ごすようですが、私たちスタッフ、良浜の体調や疲れなども考慮しまして、親子の離れる時期を決めます。もしかすると2頭1歳になる前に親子離れ離れになる時が来るかも